焼かれて形を整えられたハケはサメの皮で十分に磨かれます。それでは作業に戻って見ていきましょう。無駄のない作業が続きます。この作業は目くまと呼ばれるぼかしの技術です。かすかに乗せられた紅の色は時間が経つにつれ色が馴染んできます。一回溶けたもんでこうやって水で溶けるんですよ。これ本紅ですね。これは色が変わらない。見事に紅がすられていきます。で、理屈では分かっていても色がずれないようにするためには高度な技術が必要です。今みたいにね、板の狂いまで直してやるなんてことはしなかったでしょうね。そんな16万くらいでそんなもやってらんねえ。あれでね、吉原行く方が先で、こっちからこれをこの色をするとなると、こっちからばっかり刷毛がいって、ここに水が行くっていうと板は反っちゃうんです。で、反るっていうことはこうなるわけですね。そうすると板は伸びちゃうわけです。だから仕方なしに後ろからもこうやって水をやるわけですね。こうやって水やるんです。こうやってね、でこっちも湿ってますから、湿り気がね、いくらかあって、だからこうやって両面から水が行くから、板っていうのは両面から水が行くっていうと伸びようがないから、こう反りようがないから伸びちゃう。ちょっと板が伸びるってことは紙を伸ばさないと合わないわけ。だから紙を伸ばすわってことは、こういう紙にこうやって水を何回も何回も引いて、この紙にうんと水を取っとくわけですね。こうやってこうやって取っとくわけですよ、水を引いて。そうするとこの紙の湿り気がこっちの紙に移るんで、こっちの紙っていうのは湿り気がその元より乾くってことはない。だからこっちの伸びに紙は合っていくわけです。
それでは次にバレンと呼ばれる道具について見ていきましょう。バレンというのはね、このこういうものを作るのに結局このバレン側っていうのはここからだいたい先から5寸ぐらいしか使えない。5寸ぐらいのところの繊維を、繊維っていうとさっきやったこういうバレンでこれ作るんですけどね、こういうバレン側でこういう繊維が映るかな、そこでこの繊維を8本で編んだのがヤックバレンって言って、こういうものなんです。これヤックバレンの太い方ですね。細い方のヤックバレンっていうと、こんな細いヤックバレンもあるんです。で結局これは横って言って、4本でこの繊維4本で編んだのがこれなんです。バレンっていうのはね、面白いもんでね、結局こういうものを、まあ、これも使っちゃってこれから編み替えるところなんですけど、編み替えるってことは今まで使ってたところですね、こういうふうにこれみんな折ってあるんですけど、こう剥がしていって今まで使ってたところ、ここ使ってたわけですよね、ここを使ってたわけだから、ここを使わずに今度はこう回してここを丸めてこう使っていくわけです。こういう今まで使っていくところをこう使わないようにして、こういうふうに今まで使わなかったところをこう出してくる。そうするとバレンが元のように効くわけです。だから竹の皮っていうのはそういうとこは、その糸だとか何とかで作ったバレンと違って、竹の皮は水気のある紙を吸ってるんで、大体その今新しくしたところで吸ってるところが潰れてくる頃には、前に潰れたことが大体元に4回くらいこれ編み替えますから、4面使ってるうちに前の潰れたところが元に戻るわけですよね。湿って紙吸ってますから、竹の皮でない限りそれはもう通用しないんです。一回潰れたらそれで終わりになっちゃう。これが一